夜行観覧車は、港叶えによる日本の小説。小説推理に2009年8月号から2010年3月号まで連載された後、2010年6月に双葉社から単行本が刊行され、2013年1月に文庫化された。2013年にテレビドラマ化、漫画化されている。4年前、文夫相応だが、念願叶って憧れの高級住宅街、 ひばりが丘に一戸建ての家を建て引っ越してきた遠藤家。夢のような生活が始まるかに思われたが、この町は、先住の婦人会が、町のしきたりや近所付き合いなどすべてを仕切り、妻、まゆみや、娘、あやかは、ことあるごとに、彼女たちから嫌がらせを受ける。唯一の救いは、向かいの高橋家。妻の純子は、まゆみに気取りなく接し、ひばりが丘の先輩として、 マユミたちを時に救い、家族ぐるみで、遠藤家と高橋家は親しくなる。マユミと純子は親友のようになり、綾香は高橋家の同学年の息子、シンジに憧れを抱く。だが、中学受験で綾香とシンジは同じ私立校を目指し、シンジは合格するも綾香は受験に失敗。この頃から、両家の関係は微妙に変化していく。その後、 この町のシンボルと言うべき観覧車ハーバー愛が完成。4年後、高橋家の夫、ひろゆきが自宅で何者かに襲われ、その後死亡。直後に、次男の慎二、そして妻の純子も姿を消した。遠藤家でも異変は悪化しており、綾香は、いじめや、母親、まゆみの言動への苛立ちによるストレスで、家庭内暴力がエスカレートしていき、 夫のケイス家も何かに怯えている様子である。遠藤家と高橋家に何が起こり、何が彼らを変えたのか。2013年1月18日から3月22日まで、毎週金曜日22時22時54分に TBS 系の金曜ドラマ枠で放送された。主演は鈴木京香。キャッチコピーはもう戻れない。鈴木はこの作品で、 それまで演じたことのなかった、平凡な主婦を演じて評価され、第76回ザテレビジョンドラマアカデミー賞、主演女優賞を受賞した。横浜市ザカトメ区ひばりが丘遠藤家高橋家、自治会婦人部横浜市立浦浜中学校清修学院神奈川県ザカトメ警察署、ひばりが丘か死殺人事件の捜査本部が、設置されている。その他、告白に引き続き、 木村丸美によりコミカライズされている。ありがとうございます。